ミナの先発姿が頼もしくて安心しました。そんなんやってくれて嬉しい。明日初めてユナとおしゃべり、絶対顔がニヤニヤしそうだった。嬉しい。チケット確認して荷物詰め詰めしてる。明日よね、来てくれるの。こんばんは。2日間土曜日だっけ。生存確認されに。ちょっとどこ行ってたのよ。将来待って27日のうね当たったか楽しみ。ありがとうございます。あ、さっきぶり。やっほー、ありがとう。こんばんは。明日に来てくれる？こんばんは。シャラ待てない、了解、こんばんはです。すごい、後ろのライト変わったの分かりましたか。後ろの背景が。こんばんは。日曜日に来てくれるの。あかまんちゃん、何あのなあ、久々コンサートぶり。そう、ランウェイであいにゃん先輩に会いました。あのご挨拶できました。こんばんは。ごめん、もうめんほぼ全部返して。確かにあの爪爪の。ありがとう。こんばんは。26日当たったのにらめまして、嬉しい、楽しみ。昨日走ってる姿可愛い。見てくれたんですか。絶対走ってる姿可愛くないでしょ。絶対オオカミみたいな顔してたでしょ。ガオラッチちゃん、お星様ありがとう。あやちゃん、神ありがとうございます。お話し会追加部当選してありがとう。楽しみ。なんかさ、斜めにさしたらさ、ちょっと優等生感ある。あれないかな、ピン止め。なっちちゃん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。お、12月11日見つめる時間楽しみ。なっちんちゅんペンライトありがとう、ありがとう。きっと私が面白がっているだけかも。昔から悪く酒が好き。こんばんは。気持ちがしい。お話しかやっともう、まだだったの。ありがとう。返しすぎます、ほんと。ミドチチパレード30万人もの方が来てくださってたんですか。いやー、なんかあの NNB の先輩方は夜のオリックスさんの方とかにはいらっしゃってたみたいなんですけど、オリックスさんの御堂筋パレード、ちょっとと思って。御堂筋ラーメンも来てくださいよと思って。嫌だけど。こんばんは。アルボーさん、ラブレターありがとうございます。どう、ピン止め。今日は大学に行ってユナの復帰を頑張ってきます。お、ギニバーユニバーユニバーあれユニバーあれ
大学ってユニバーサル。こんばんは。やっほやっほー。ユニバーシティか。いやなに、撮りたかった御堂筋ランウェイ行けばよかった。撮ってほしかった。めっちゃユニバースか、そうとも言う。やば、単語が。私も職場で布教してはみんなこんな声かいるのって言われて、嬉しい。ぜひぜひ布教、布教ワンオンしてください。そしてフォロワーさん増えますように。キャー、なんだこれ。ない方がいいかもしれない。ない方がいいか、ない方がいいですか。今日ない方がいいかを、こうやったらいいか。ユニバース宇宙草。まあ度忘れというものでいいな、適当やねんな、そこらへん。なっちゅんちゅんラブありがとう。どうこれ、なんかデコヒロシやな。なんかこんばんは。変じゃない、さっきの斜めのが良かった。どっちが良かった？おでこ綺麗だって。さっき斜めのがいいか、今日はちょっと斜めにしよう。ちょっとやんちゃになるから、こうこうピュッてやって、ピュッてやってポッてやって。こんばんは。シーって言うなら斜めだって。斜めにしました。今日はちょっと清楚系女子。こんばんは。ちょっと本読んでそうでしょ私。You だって Thank you。 ハルモンさん、ラブレターありがとうございます。明日リアルお話し会。いつも清楚ですけど何か。あ、ハリボーくまさんありがとう。明日リアルお仕事頑張ってね。お仕事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 、こんばんは。どっちのお仕事だ。お仕事お仕事頑張って。今から明日の話が緊張してる。リアルとオンラインで違う。リアルは直接会う感じ、オンラインはどこででも会えるって感じかな、画面上で。こんばんは。土気づかなかった、ヤッホー。明日仕事頑張りましたって。山梨県のために夜行バスナウ、わーありがとう。ちょっとちゃんと足とか手とか、じゃあ首か、疲れると思うから、あのマッサージしながらね。キルキル行くも今から走ってくるわ。東くんハートありがとうございます。明日は手柔らかい、みんな言うやん。お手堅くします。いやんと話する前の日いつも寝れないの。気づいたらきっと寝てるはず。いやなん、こんばんは。こんばんは。結局今の件しか取って、何結局って、ちょっとちょっとどういうことよ。寒くなっていくから気をつけて。ありがとう。
最近ちょっと肺が悪いのか、ちょっとなんか咳が。こんばんは。何者や。嫌なものですし、よろしくな。誰の毛も立って、ちょっとちょっとちょっと、ゆくんは？こんばんは。東京のお土産、愛だけ持ってきてくれれば大丈夫、大丈夫です。こんばんは。愛を忘れずに持ってきてください。ふうふう、こんばんは。やっぱグローブよりもユナか。ユナキセに挨拶しに。大丈夫です、挨拶は結構です。こんばんは、服部さん。ゆっくんが代わりにしといてあげるわ、挨拶。おーって。あ、第10次お話し兼部じゃん。やった、楽しみ。本当は7月通りに今日も祈りする予定やったんやけど、家に今日忘れてやめました。明日早起き頑張ってね。そうだ、しなくんがグローブよりはるかによかった。ものに負けたらちょっとやんじゃう。明日60件、明日50件、頑張ろうね、お互い。こんばんは。バッチリメイク、土曜日決めてくね。よろしく。砂張りの音、なになに？砂張り？こんばんは。今日登山に行ったので、その筋肉痛絶対響く。足の裏じゃないわ、太ももの裏とか表とか。こんばんは、久しぶりに見れた、見に来てありがとう。秒針そうとも言う。やばい、感じ弱いのバレちゃう。いや絶対漢字さ弱いから中国語向いてなかったと思うね。ゆな、やこの配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとうございます。いつも弥生がお世話になっております。誰。なんだかんだ夜行バス面倒だから、新幹線でちょっと東京って、ちょっと今気づいたけど、漢字力、あの本読んでこなかったせいもあると思う。本を読まずに、あの絵本はよく読んでたよ。絵本小説系読まずに、大きくなってからも絵本大好きやったから。こんばんは。
なんせね、まあ経済学部、我今は理系なので、え、経済学部って理系なの？数学使うから。こんばんは。そうです、今はテクノロジーが発達してますので感じなんでね、変換でポコイのポイ。人気なんかなと思うやん。めっちゃ数学使うんですよ。ゆなくん、こんばん。明日行くね、初。わー、楽しみ。名前言ってない。いつもショールームに来る私です。こんばんは。現地東京で過ごすの？ゆくん、ハートありがとう。そうだよ、ゆのも経済学、まあ経済学部になるまではね、ゆのも文系と思ってたけど。ゆっくん、神ありがとう。そう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 、こんなこと来てる、違う女子校の生徒チューティーロン。ちなみに、ね、ごめんね好きになっちゃって、前の人の振りめっちゃ好きなんですよ。君は好きになっちゃって、トゥイトゥイトゥイ、前の人の振りが好きすぎて。命学部に入学したいだって、嬉しい。おいでおいで。ペコパさん、こんばんは。こんばんは。ピオラー学院にようこそ。もうピオラー学院入ってるやん。間近で可愛いなく見れるの楽しみだって、嬉しい。斉藤飛鳥さんの卒業発表どう？もうアイドル界の、もうアイドル界の大損失、悲しいです。めっちゃ、こんばんは。ピュー学園バブ組、あ、懐かしい。ナナも偉いねって言ってくれてる。なんで後ろのフリーも好き？本当？いや、やりすぎてるだからだけかな。たまにできる前が楽しすぎて。なんちゃん、おししかかたん、ありがとう。おししかかたん、はい、よいしょ。わいはピュアラの仲間入りできてます。ピュー学園バブ組です、あなた。ピーヨピーヨ、ちょっと聞いてください。今日ジャガンレディでね、久しぶりに出させてもらったんですけど、間違えてスタッフさんね、ま、パクパクタイなのにモグモグタイとか書いてて、ちょっと何ヶ月パクパクタイやってた。パクパクタイ。あんなにさ、パクパク温度行ってみようとかさ、曲も用意してくださったりねしてたのにね、台本にしっかりもぐもぐ炊いて書かれて。似てるけど。いや、まだシオン月曜やってますね。たかこさん、遊びに来て、こんにちは。ピロピロしたんさん、ハートありがとう。今日のご飯は何かな、何何それ。そう、ピュア学園バブ組って言って、いや、舞台始まる前にジャンレディって言って、 NNB48 のいつも ESFM さんで
定期的にラジオ番組を月と木曜日やらせてもらってて、月曜日にねパーソナリティを4ヶ月間、4、5ヶ月間ぐらいやらせてもらってて、その時のコーナーの中でね、ピュー学園バブ組ってやって、リスナーさんからいただいたお便りでが先生で、こう我々が習っていくってのもやってたんですけど、こんばんは。だいぶね前の話なので知らない方もいてると思うんですけど、ねねこんばんこんばんは。なんでなんで、ひーくん神ありがとうございます、こんばんは。で今日何ヶ月ぶり舞台行く前だから、8、9、10、11、4ヶ月ぶりぐらいにジャンレリの収録があって、実は罰ゲームでねちょっとなペッてね、言わないといけないんですけど、何何何何ペッてちょっとめんどくさいね罰ゲームでない今日一日ペッてつけなあかんってなってたんですけど、ちょっとまあラジオ中はたまにペッて言ってるんで聞いてたら分かるんで、ぜひ放送日は12月1日なんですけど、しかさず教えてくれ優しいもちなんだよ、ちゅ結婚辛辣に込め、そうもう一個コーナーがパクパク隊のコーナーがあって、そのリスナーさんからそのパクパクグルメ、おすすめのグルメを紹介来て、ゆなが星5つですとか4つですとか、5つです4つですとか言うんですけど、1ばっか出してたっていう結構厳しめで、ちゃんと値段と見た目とかこう評価が高くて、評価が高くてじゃない、評価が厳しくて、そうやね、ゆなの苦手なものなら星は低くなるっていう独断と偏見しかない星なので、まあ、ちょっと位置出しすぎてちょっと叩かれましたけど叩かれてはないかゆなん可愛いのありがとうございます、こんばんは。意外と聞いてくれてたのありがとう。カニが食べたい、徳田さん神ありがとうございます、こんばんは。かわいい、ありがとうございます、ゆうくんおはいさま、徳田さん手裏剣シュ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 ありがとうございます、なんか肌綺麗だって嬉しい、肌はトリエです、あなんかついてる、牛丼牛丼好き、美味しかった牛丼ハトコだ。最近のおすすめグルメ、うん、やっぱ冬は鍋じゃないですかね、鍋ヘルシー美味しい楽しい鍋、フレアさん神ありがとうございますみんなノーポイ、ゆうくん肌も髪の毛もすごい綺麗、そうだそうかな、ありがとうございます、ウィンクウィンクの中段、うわめっちゃ懐かしいこんばんは、おでんはとこ、わあもうもう一回やりたいまたやりたい、
脳内ポイズンベリー出たくなってきた。一人脳内ポイズンベリーやろうか。何鍋？もつ鍋、チゲ鍋、すき焼きも好き。今日テンション高くです。ヒヒヒ。全然全員のセリフ覚えてると思うな、マジで。今マジで多分全員の今言える。こんばんは。やっぱ自分のだけ覚えてても、あの全員のやっぱ覚えとかないとさ、セリフって喋れないじゃないですか。今日弥生と配信してたけど、いっけさんからお願い。そうけどさ、ほのちゃん自分から言いにくいかなと思って、一応声はかけました、メッセージで。ほのちゃんとかも出るよって。いくんのさおとめが聞きたくて泣いてる。ブルーレイ出たらメンバーと鑑賞会しようって。ブルーレイねえ、もう発売されて。こんばんは、また可愛くなってありがとうございます。ひなぎちょういい先輩すぎて大好きだって。しーくん神ありがとうございます。いけほのちゃんとこに出るときは死んでも行きましたって。また出ると思います。どっちも可愛い大好きな後輩なので。できる限りのことはね、僕は誰のところに行けばいいって言った。ゆくんがぜひ後輩ちゃんたちを応援してあげてください。いい先輩すぎて。俺そんなことないですよ。だってもしね、逆の立場やったら、あの、あれ自分とこで出てくれへんのかなって、逆の立場だったらね、悲しくなると思うので。ゆくんハートありがとうございます。思わずショールーム風潮。こんばんは、こんばんは。ニャンナがいる配信を見に行きましたって、ありがとうございます、嬉しい。こんばんは、初めて後輩を迎える気持ちは共感しかなかった。嬉しい、そう言ってもらえて。東くんハートありがとう。たっくん、福さんありがとうございます。いや個人対決が確かに、ゆなはなんもそういう発想力がなかったな。こんばんは、まこに、だるまさんありがとうございます。ゆなさん見れたらこんなにも気持ちが晴れやかになるんだ。追加しました。何最高の褒め言葉だよ。マクニー、だるまさんありがとうございます。前の匂わせあれなんです。そんなね、大ごとなことじゃないので。けど選ばれたってのはすごいね、光栄のことって。もうそんなすごいことじゃないって言ったら失礼になっちゃうから言えない、そんな言えないんですけど、けどまあ楽しみにしてください、しててください。来週いきこちゃん神ありがとうございます。お知らせいつになるか分かんないけど、一日ちょっとね、こんばんは。
明日イナナが終わったらいいねんのオンラインの、そうなの、そんなのあるんですね。ゆっくん、お星さまありがとう。けど実は今隠し持ってるのもう一つ秘密あるんですよもう一つお知らせもあって、ノープンが100として、え、全然そんな、なんかあの1日だけで終わるのですから。1個はやっぱ可愛いな、この子だって。何やっぱってし持ちすぎ、いひしし。いやけどね、秘密ね、秘密を持つ方も大変なのよ。言いたくて言いたくて、私うつうつしてるんだから嬉しいです、ありがたいことに皆さんのおかげで。もう一つはかなり大ごとじゃないね、全然本当にそんな、そんなのすごい期待しないでください。でも皆さんのおかげでね、いい波を乗り続けれてるので、このまま。いや嬉しいです本当に。マッショアエンケン待機、期待、さらっと言ってもいいんやで、だって大阪マラソンでも出るって。いや出るのは京都マラソンですからえ、そうよな、でももっと前からお知らせしたかった、御堂筋ラーメンもマラソン特番とかあるって秘密中秘密っちゅじゃあランチタイム、おわ、もうこんな時間、京都マラソン、おい、来てくれるの嬉しい。やばい、変な顔してきた、走れへん、どうしよう、顔切りしながらどうしようか。ゆなのあのムンクの先みたいな顔してても嫌いにならないでくださいねマジでの自信ありますよ、ムンクの叫びになる被って走ろう、スパイダーマンとか。京都マラソンで噛みくったいも死んじゃう、死んじゃう。メガホン持ってコーチングしに行く、キーチってしゃあない明日の話し会のために、あ、休みありがとう、京都マラソン応援来てくれ、めっちゃ嬉しい。昨日も御堂筋ランウェイもね、ちょっとあのファンの方も応援してくださってた方もいて、もうそれだけでめっちゃ元気100倍出ましたから。東くん、ハートありがとうございます。この京都マラソン、どんな風になんか観客の方見れるかな、全然わかんないんですけど、こんな感じであの点点点とピオラさんがしてくれてたら、いいな、一生あのテンションマックスというか元気100倍で走れるんじゃないかと思ってますけど。東くん、ハートありがとうございます。ほうほう、やかけかけひとこかな。え、京都マラソンの、え、京都マラソンのコースがなんかさ、あのすごい上げ下げで、あの険しい道って聞いたんですけど、本当ですか？
かっさん、ラブレターありがとうございます。滑りやすいの？金杯？2月19日、ゆっくんの誕生日から10、11、12、1、2、5ヶ月、20歳5ヶ月ぴったり。購買？こんばんは。こんばんは。バレンタインチョコ？確かにバレンタインから5日後。ゆっくんは愛の女神、嬉しい。女神認定いただきました。私、早川ゆなおでございます。かわいいよ、ハリちゃん。ハリネズミかわいいな、これ。ゆっくんの絵もうまいわ。かわいい。やばい、ハリネズミのハーリー思い出した。ゆなのハリネズミのハーリー、どこに行ったんだろう。ハリネズミのハーリー、ハリネズミのハーリーっていうね、あの大事にしてたぬいぐるみがあるんですけどね、あの並べてたんですよ、飛行機で、あの前のポケットに入れて。でね、あの昔小さい時ね、ハワイの旅行に行った時、それで飛行機に置いてきちゃって、ハーリーちゃん。でもめっちゃ泣いてけど、きっとハワイでバカンスしてるって信じて。ゆなのハーリー、こんばんは。ちっちゃかったね、めっちゃ可愛かったんですよ。最後にそれを撮った写真あるかな、ハーリーの最後の写真。けどね、ルイくんも並べてたんですけど、ルイくんはね忘れず持ってたんですよ、あの熊のぬいぐるみ。ルイくんも並べてたんですけど、ハーリーはね多分ちっちゃかった、こんなちっちゃいから奥まで入ってたんかな、わかんないけど、ハーリーくんはなんか、ハーリーこんばんは。
りくわいちゃうよね。それの気に入りのぬいぐるみワープして戻ってきたこと、どういうこと、どういうこと、ワープって。こんばんは。今日はいいお品日らしいので、お品配信間に合ってよかった。やったー、ありがとう。いいお品日大好き。毎日がいいお品日ならいいのに。待って1週間全部が月曜日ならいいのにみたいなこと言ったこんばんは。オーストラリアが大富豪のリーチ、どういうこっちゃ去年、昨年で去年の周年から1年やったけん、 DVD でずっと思わせ光線。できた！めっちゃ可愛いハーリーちゃんになったよ。あーしかだ。こんばんは。明日リアルよろしくね。楽しみ。ゆっくんのぬいぐるみやったら毎日飾っちゃいましたって。飾られるのいいお品日なので普段は公演後ぐらいしかしない。ツイートしまって見まちった。みんなのいい推しツイート見まちった。嬉しかった。だからすかさず私もツイートしました。できたお。おい、白林神ありがとう。こんばんは。明日、あ、言ったな。ぬいぐるみ出先で忘れてきて、めっちゃ泣いてたのに家に帰ってきたらあった。え？すごい。ワープでワープ、リアルワープ。日頃の行いが良かったよねきっと。ランキングもね。13位、マコニー。マコニー、ありがとう。大丈夫かな、体調。12位、マー君。ピュアラビ、ありがとう、マー君。11位、ヒー君。ありがとう、ヒー君。ツイッターも、ありがとう。チェイピラピラしたんさんと、わー、ありがとうございます。9位は、シク、俺日本一、アツさん、ありがとうございます。おめでとうございます。8位、ユーちゃん。聞き回しました。ほんま、嬉しい。ありがとう。7位はラッチって、シャールーム浮上おめでとう。明日お仕事頑張ってね。6位さとみち、明日楽しみ、ありがとうさとみち。5位はナッチさん、ナッチさん、ナッチさんも明日やるの楽しみです。4位はのんちゃん、のんちゃんありがとう、来てくれてコメントもたくさんありがとう。のんちゃん明日楽しみ。そして最後はよしみちちゃん、たくさん褒めてくれてありがとうね。2位はなちゅんちゅん、なちゅんちゅんありがとう。今日も2位もおめでとうございます。マーメンの返事読んだよ、ありがとう。そして入る1位はハリボー、ありがとう。ハリボー見て、ハーリーかわいいありがとう。今日もたくさんコメントも取れたかな。ありがとう。
うん、俺の推し、いい推しの日のツイートも見られた、見ちゃったよべーゆっくんはいつもにもしてお上手なだって、ありがとう、かわいい、ありがとうございました、またな、皆さん今日最後まで見てくれてありがとうございました。はい、スクショタイム、今から頑張って走ってきます、頑張れの一言、あ、けどあれ罰ゲームも取らなきゃないけどね、明日行くね、楽しみにして、ありがとうございます、いい推しの日だって、ありがとう、見たよツイッター、明日よろしくね、よろしく、名前呼べなかった方も本当にありがとうございました、多分さっきのねやよちゃんの方で星投げてくださった方とかも名前呼べなかったと思うんですけど、ありがとうございました、駆けつけてくれた皆さん本当にありがとうございます、おやすみなさいです、最後まで見てくれてありがとうございました、バイバーイ、ちあ、スクショタイム、にゃんにゃん、ありがとうございます、おやすみなさい、バイバーイ。